こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？10月8日は体育の日スペシャルね。なんだったっけ、そうそう、ノザズコレクションのダイジェストでございます。ダイジェスト2までで、2やったっけ、2だよね、うん、2までで野田さんがぐーっとこうローリングスの方に傾いてきましたが、そこへ出会いがありました。当店東京オフィスのミスターノーマン、農民 GM ですね、農民 GM、 はい、それから当店サンディエゴオフィスのダースモール GM、 はい、これらの出会いによって野田さんの中で微妙にこう、気持ちに変化が現れてくる。ウィルソンもどうかななんてね、ところも出てきますんで、ぜひお楽しみください。どうぞ。時系列となんか一番最初と最後にいいものを持ってくるみたいな、うんうん、よし、やっぱいいものは最後に届かんと。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？ほらこれ、じゃじゃーん、ノザーズコレクション完結編やったわけですが、増えてしまいましたね、野田さん。はい、本日はノザズコレクション2018春でございます。まあこの前動画でね、一生懸命見てる人はあの一部見てると思うんですけど、この辺とかね、素晴らしいな。1、2、3、ジャンジャリー、フェブリアリー、マーチ、3ヶ月、4 about 3 months ね、こんだけ。He bought these gloves ね。すごいな。素晴らしいですね。いや、バカですね。買わないって言ってたんじゃないですか？そう、わからないですけども、病気ですね。買っちゃいました。皆さん、羨ましいでしょうけど、羨ましいな。よし、じゃあ、一個ずつね、解説願います。顔出し、ダメということで。もう出ておりますが順番に、野田さんのグラブの解説をいたします。まずはじゃじゃん、ジャスティン・ペドロイヤーモデルでございます。これも実践で使われてるんですかね？あ、はい。どうですか？そのフォルム、ね、かっこいいでございます。スーパースキンレッド。はい。これなんで買ったんですか？農民さんに影響されてです。農民さん、農民さんのせいですよ。はい、そうです。これはもうでもあれですか、コレクションっていうか実践にはそんなに。そのスーパースキンを汚すのがすごい嫌で、土のグラウンドの上で、なんかこの前も取れそうな打球、飛びは取れたけど。飛ぶ勇気が出なかったんで。はい、わかりました。こちらは、汚れると嫌なので綺麗なとこでしか使いません。はい。それでは、あ、こちらは当店でオーダーしていただいたピッチャーをする際のウィルソンのオーダーグラブでございます。キップでしたね。キップです。ウィルソン、それオーダーじゃないですよ。あ、オーダーじゃなかったんでしたっけ？そうそう、紐、レースを直し、色を変えてまた。じゃあ、うちで買ったんじゃなかったんですか？そう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 、うちで買ったんじゃないそうです。じゃないです。レースは全部入れ直しました。私の仕事でございます。はい、キップレザーが確認したかった、ウィルソンのキップが見たかった。これは実践向けですか？それは使ってますね。今年のピッチャーやるときに使うグローブです。これは実践用だそうです。汚れても大丈夫？汚れても大丈夫です。それはもう
多分半年使えばいい方じゃないですかね。え、どうするのそれから。もうクレイトン・カーショーを買うかローリングスのピッチャーをオーダーするかを、その2つをどっちかを使うんで、次カーショーだそうです。そういう感じです。こちらは当店ですよね。そうです、はい、はい、こちらは私事情知っております。衝動買いでございます。手を入れたら欲しくなったっていうね。そんなに高額じゃないんですけれどもね、はい。あ、お客さん来ちゃったかな。あ、大丈夫です。実年野球でございます。はい、はい、これはわなびーシリーズですからね。皮は悪くないんですけれども、あ、やっぱお客さんだ。はい、いらっしゃい。すいません、はい、別はぼっさり買った。はい、ということでお客様お帰りになられました。修理でございます。 SSK さんの年金が入っておりますけど、日本製ではないですか。はは、これは古いな。まあ、どこまで行ったっけ。わなびーシリーズはもう見せましたよね、うん、これスーパースキンで軟式やるにはちょうどいい感じのオールラウンドでね、大きさですし、そんなに重くないし、かといってふにゃふにゃのグラブではないから、うん、いいですね。実践向けですね。実践向けっすね。って使ってないんですけど。こちらは皆さんご覧になったのかな。いや、それは見てないです。あれ、ピッチャー用は見たことあると思うんですけど、これは何用で使われる。まあ、普通に試合用で使うんですけど、内野手用で。内野手用で、うん、野田さんにしてはこれ小さめじゃないですか。いや、アジタスの内野では一番でかいモデルなんですよ。あ、そうですか。まあ最近のやつ見慣れてるからちょっとあれかな。でも多分 11.5 インチぐらいですよね、それって。おー、2.5 じゃないんで、ハーフあるかな。11ハーフあるかな。あるか。あ、ぐらいっすね、多分。色に偏ってもね、なんか、うん、こちらも当店でお買い上げでございます。衝動買いのナイキ。ナイキはやっぱり手元に置いとかなきゃいけないということで、そういうことでいいです。いや、これデザインかっこいいんで、うん、でもぶっちゃけ気持ちでかいカッター使ってますよ、それ本当。ああ、これはちっちゃいね。ちっちゃいです、うん、ワンピースでございます。本当にカラーいいですね、これね。カラーはもういいですね、うん、野田さん、グラブだけでなく車もそうですが、カラーにはいろいろね。まあ、車で買ったんで、はい、まあ後で見ますけどね、あの例のグラブね。で、こっち戻りますか。あ、戻ります、はい、はい。これは当店ではございません。綺麗なキャメルのレザーでございますが、これもお得に購入されたそうですが、これはね、掘り出し物ですね。調べていただいたら、残費処理ということで、要はメーカーの生産調整で限定で出したものだと思うんですけど、こちらでございます。で、JSA ということで。これいいですよ。キャメル。キャメルのこういう単色っていうのはね、やっぱり、皮はごまかしが効きませんので、これ、うん、いいなぁ。まあ、目利きでね、これと思ってから買われたそうですけど、当たりでございます。こちらも当店でお買い上げでございます。こちらは何で買ったかっていうと、 HOH のシェリーが手元に欲しいと確認したいというサンプルでございます。ほぼ使っていらっしゃらないですね、これね。使いましたか。いや、使ってない。それ僕、それ買った週トータルで3つ買ってるんで、1週間の間にとても手が回らない状態で、そこに追いつでオーダーが来たので、もうどうしましょうって感じですね。型作れないですね。作りたいんですけど。だそうですよ。左手は1つしかないので。そうです。困ってるそうです。誰か手貸してください。じゃん。あ、これいいな、やっぱりな。デザインはもう抜群っすね。まあ、この辺があれですよね、オーダーを作る上での一つの
肥やしとなっていくわけですね。そうそうそうですね、はい。そしてこれが私の思い出がある皆さんね、見覚えありますね。はい、 AR のモデル、アレックス・ドロドリゲスモデル、軟式最高級の当時ね、 HOH ファーストバック、これは A ロット初期型ですね、このあのタイプはね、はい、グリスがしっかり染み出てきてかっこいいグラブになったところでどうしても譲ってほしい私 お譲りしましたけれどもまあまあ私は選手じゃなくてお店のただのあの店員だ、店長だから使うことはそんなにないので使っていただいた方がいいかなと思って売りました。刻印もこれね、クラシカルな感じなんですよ。ファーストバックホールドスターちゃんと入ってるでしょ。でもう切れてますけどパテントナンバーまで入ってる。でオーバル R ですね。で、あとどっかなかったかな。でシングルですよ、やっぱりね。シングルでここにローリングスの刻印で、ヒンジドパッドとかね、しっかり入って、ディープウェルポケットは入ってないかな、さすがにそこまでは入ってないな。うん、ザ・ファイネスト・イン・ザ・フィールドね、いいな。そしてここから佳境でございます。知る人ぞ知る MLB のスーパースター、ワシントン・ナショナルズ、ブライス・ハーパーモデル2018から先取りしております。ダース・モールさんの赤のグラブ、こちらは2018のブラック・キャメルのグラブね、同じモデルでございますが、カラーで印象が全然違うでございます。いいですね、やっぱキャメルですね、ちょっとね、キャメルです、キャメルに来ております野田さん。ダブルポスト、ダブルポスト、シングルポスト、この辺ですよね。そうですね、まあこれ外野仕様なんでもうダブルポストにして、はい。で次のいきますか、先日お見せした今のところ野田コレクショントップオブトップですか、ナンバーワンですね、ナンバーワン、この仕上がり、ヨーロピアンキップレザーキャメル、ブロップリファード、ブラントン・クロフォードモデルですね、シングルポストに変更しております。アメリカン US ラベルですね。ゴールドを使っておりますが上品に全体がまとまっております。ブライス・ハーパーと反対色になってくるんですね。あ、そうですね、はい、なんかそんな感じですね。こういう感じで内野やるとき外野やるときなんてね、野田カラーになってきてるな、だんだんこれはね。そうですね、ホームとアウェーみたいなね。そうっす、はい、もう触るのも神々しいような、もうね、恐ろしいような、こんな、これはすごいぞ。もう一回よく見ますか。だいぶこう使ってますよ、実戦で。これは今後どういう風に使われるんですか。とりあえずキャッチボールは使って、うん、正直試合で使いたいんですけど、はい、その飛び込んだ時にそのキャメルの色とゴールドのはみ出しに黒土がつくのがすごい嫌でだからだそうでございます。やっぱ最終的にキャッチボール監修だと思うんですけど、はい、まあでも仕上げてからってことですね。仕上げはやりますけど、ただもうこれで次内野手を作るならもうプルプリファードで決定してるんで、次作るだもうそれ、次作るやつをもう実戦向けで使います。じゃあ次の構想までお話しして今日は締めましょうか。こちらは最高級のプロプリファードキップレザーで作っておりますが、今度は実戦向けということで、実戦向けでカラーをベースを黒土でも使えるような、もう言っちゃってもいいんやけど、もうリッチタンで作ります。リッチタン、はい、あ、
まだ秘密ですか。いや全然もう秘密です。でもここで言ったからって変更できないわけじゃないんで、今のところの構想でリッチタンで今度は行きたいと。まあリッチタンタンですから、まあいいや、うん、出そうか。このラインですね、タンっていうとね。これゴールドタンだったっけな。そうですね。それともシェリーの一番指のところが、こちらのカラーですね。まあ、元々のホーウィンとかのカラーに非常に近いものがあると思うんですけど、このタンのカラーをベースに構想を今練られているそうです。ウェブは多分シングルポストになるのかな。そうですね、もう多分今現在あるの、うん、シングルポストが多いと思うんですけど、うん、で野田さん大体もう純巻きの11とハーフ、11、2分の1ぐらいの大きさの、はい、そうですね、そんな感じでね。そうです。あとはベースとかパーツのカラーをどういう風にするかということで今は構想を練っているということでございます。ただ同時進行でピッチャー用シェリーも行っちゃってるんで、はい、その作る順番がどっちにしようかなとか、あとはお金の問題ですね。無理しないでくださいよ。まあ無理はしてないですけど、まあまあでも私どもではもう野田さんグローブは無理しないでっていうことでお話はしてるんですが、やっぱりご本人さんやっぱり自分の中で道を極めるっていうところがあるみたいで、ちょっと止められませんけれども、非常に皆さんにとっては参考になるんではないかなと。これからオーダーグラブを作る、まあでも高校野球の人はダメだな。まあそうですね、うん、色が限られちゃうから。草野球でね、そうですね、うん、これからね日本もこういう MLB 仕様的なカラーリング熱が増えてほしいっていう期待と、ね、もう脱日本のグラブって感じなんで今は。そうですよ、グラブの伝道師になろうとしてますね。そうですね、もうよくプロ野球選手が極めるとメジャー行くように、グローブも極めるとメジャーの方に行っちゃうんですよ。だそうですよ。いやもんで、メジャークラスでございます。もうちょっとブームを作っていきたいですね。そう、微力ながらこんな小さいお店の私も後押しサポートをしていきたいと思います。はい、こんなところですか。そうでいいです。言い残したことはないですか。言い残したことはないっすけど、ローリングスのプルプルフォワードはもう最高ですっていうぐらいで、他に部位を見ないようなグローブですこれ。これ最高だそうです。本当最高やなこれね。最高です。僕今33、4個あるんすけど頂点に一気に立ったっすからね。そうか、やっぱ違うね。はい、と、しみじみとしたところで、じゃじゃーん、ノダーズコレクション2018春おしまいとしたいと思います。野田さん今日もありがとうございました。それでは皆さんさようなら。野田さん、はい、私このジャスティン・ペドロイアモデルは見せていただいたんですけど、はい、隣のこれは何ですか。これはなんかこれネットで見たことあるような。気づいたら水曜日届いてましたね。ウィルソンの USA カタログに載ってたやつですよね。そうですね。ちょっとじゃあはめてもらっていいですか。はい。おー素晴らしいではありませんか。特徴はどうでした。特徴はもう使ってみました。まあ今日ちょっとキャッチボールは使ったんですけど、うん、
来た時点からちょっと柔らかくて、柔らかみ仕上げですか、はい、でまだちょっと芯がしっかりできてはいないんですけど、うん、やっぱりフィンガーショットで使われるんですよね。そうですね、はい、かっこいいな。でなんかさっき手入れのことを少しおっしゃってたと思うんですけど、はいはい、特徴がありましたよね。本当は新品できた時はもう一個これがずれてて、こういう感じで来てたんですよ。あーは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 ー、ちょっとここが隠れるように、うん、それではちょっとあのシンガーフィット きつかったんで自分で広げたんですけど、うん、その時に編み方があれ違うなみたいな、はあはあ、通し方が、普通のグローブってこういうクロスで通すじゃないですか、はいはい、んでこれは通さずこのままだったんで、なるほどね、なんか違和感はないんですけど見た目の違和感っていうのがあって並べたると全然違うんで、私先ほど調べたところ、このペドロイヤフィットはこちら前に購入されたペドロイヤのモデルもそうなんですけど、ちっちゃい手の人用のフィットということでペドロイヤフィットシリーズで、これでカラーがいろいろ出てたんですかね。はい、そうですね。だから多分、さっきも話出てましたけど、この指が入る穴、指穴も少し狭めになってるんじゃないですか。あ、そうですね、ちょっと待ってくださいね、はい、ちょうどいい、まあ、いいサンプルじゃないけど、うん、このカーショーに比べれば全然やっぱちっちゃいですね。あ、でカーショーも基準で考えると、すごいやっぱ手がちっちゃい人向けに、そう、指感もちょっと狭い、ペドロイヤフィットは作られてると、うん、じゃあ日本人向けですね。日本人向けですけど日本で発売してないですけどね。あ、そうですねでそれに伴って多分手首も狭くしてあるので、そうですね、これをじゃあ普通に直すっていうことでしたよね。そうですね、そうすれば、うん、じゃあその作業を先にやっていきましょうか。はい、はい、そうですね、これを何個ぐらい、あのと、いっぺんやってみようか、1個分けで普通みたいな。だってもう感覚が違う、感じが、これはもう1個こっちかぶってるんで、ああ、うん、じゃあ背止めみたいなのがいいの。そうですね、あのここに来るように感じ、これが、あ、わかりました、ちょっと1回やってみてください。それでじゃあの調整もあるので野田さんの目の前でちょっとやっていきたいと思いますが、紐の長さが足りるかな。足りなかったら購入します。ここあー全然もうこっちの方がいいっすね。はい、いいっすか。なんていうんですかね、ゆとりがあるって言ったら変ですけど、うんうんうん、あ、それぐらいがやっぱり一番今までの自分にしっくりくるっていう。そうですね、多分これでも普通に入れたら多分広いじゃないですか、すごい、うん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 、けどこうやって入れるとちょうどなんですよ、そのきつさがないんで、ここに、あ、じゃあそれで縛りますか。そうですね、ちょっとまたやり替えれるように紐長めに残しておきますか。詰めたり伸ばしたりいいですか。それでこれ以上ない、あの伸ばすことはないんで、うん、もう一回ダメやったわってたらこっち入れただけ、うん、いいですよね、はい、じゃあ適当に、はい、お願いします、うん、やっぱ違うもんだな、やっぱそういうことですね。よいしょ、そう、かっこいいよそれ。いや見たから地味じゃないですか、どう見たって、うん、けどやっぱ新鮮なんでしょうね、こういうマークが。日本のピッチャーでこんなところにマーク入るやつないじゃないですか。ないね、マークっていうか、うん、うん、これはレース変えずに正解なんだよね。これはこれでかっこいいもんね。よしっと、このぐらいでいいですか。あ、いいです。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと鑑賞しましょうか。ベースはキャメル、ウィルソンで言うと、なんて言うんだったっけこれ、ブロンドって呼んでますね。で、それに加えてこれ補給面ですね。このフォルムですね、エースサザンとね、はい、でそれに加えてこのヘリ側は、サックスでございます。ラベルもサックスで統一ですね。でパイピングウェルティングもハミもサックスで、
ムイートとこの刺繍がレッド、ラベルもねかっこいいですね。 A2000 でウェブも、ブラック、ウェブはブラックでございまして、でこのブラックのこの背面がスーパースキン仕立てでございますね。軽量なおかつ耐久性2倍という風なスーパースキンを背面に採用、かっこいいグラブでございますね。先ほどのペドロイヤも見せていただけますか。はい、こちらが当人モデルのカラーですね。そう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 、まあ色によってなめしが違うみたいなんで多少その感触も変わってくるようですけど、野田さんはこっちがどうだ、フィットす、もう一つまだ完成してないということですね。そうですね、同じようにスーパースキンですがこちらはレッドですね。でタンの、これタンだっていうね、これタンじゃないですよ、なんて言うんだったっけ向こうで忘れたっすけど、うん、まあまあ、まあ、あの普通で言うとタンの色でございますね。タンじゃないか、タンじゃないです、な、ちょっと何なんですかねそれ、調べてみますか、はい、変わった名前っていうのを覚えてたんですよ、はい、調べましたでございます。これタンはタンでもウィルソンでいうサドルタン、まあ、サドルっていうとあの、自転車の座るとことかね、本当はもともとあの馬の日本語でなんて言うんだあれ、乗るところ、クラっていうのかなあれあのお友様が座ってるあの椅子みたいなとこね、あれをサドルと言いますが、あサドルタンですね。もちろんやっぱり今日は今日で夢の共演でございます。私大好きな夢の共演でございます。昨日はちょっと昨日一昨日か M のやつやりましたけど、 あれはあれでね、まあ、あれはあれで、うん、あれですけど、もう、はい、これはやっぱりおお、こんな日本の田舎のスポーツ店で手にできるなんてはい、野田さんありがとうございます。いえいえ、今日もありがとうございました。ありがとうございました。最後にカーションを見せてください。はい、そうですね、ゆうじさんもうあのこの野田さんの動画見てない人のために、はい、右投げではございますがクレイトンカーションモデル、今日もう一度見せておきますね。こちらは切りはみブラックですね。 A2000 オーソドックスなウィルソンらしいブラックイエローのカラーでございますが、あピッチャー用ということで、2ピースソリッド、野田さんもあのピッチャー作るときはこれなんですね、きっとね。あ、そうです。で、向こうの人らしく何にもついておりません。はい、以上でございます。はい、頑張ってございました。今日もありがとうございました。ありがとうございました。いいんじゃないですか。どうでしたか。全部で3時間近くあるので、こうちょっとブチブチとねダイジェストにしてこうキュッキュッてこう圧縮したりしてやってるんですけど、ちょっと10月8日までに終わりそうにありません。さあ今後の展開が楽しみでございますね。また明日もお楽しみに。どうぞ。さよなら、さよなら、さよなら。